ってることになってるんだから。これ待って、管理人さんのブースハードエッド家リクルース。Thank you.
配なんですって。お父さんにとっては京子さん、いつまでも小さな女の子なんですよね。だけど俺にとってはたった一人の女の人です。結婚してください。残りの人生を俺にください。一つだけ約束守って、お願い、一日でいいから私より長生きして。もう一人じゃ生きていけそうにないから。京子さん、
捨てることになってるんだから。これは管理人さんのブースハードエクスト家リクルート。自分で納得いくまで頑張ってください。
上のご来場の皆様にご登場ご挨拶を。これからはここにいる皆様に喜んでいただきます。一生懸命生きていきますよ。
俺は好きになった。だからあなたもひっくるめて京子さんをもらいます。
父さん。お父さん、心配なんですね。お父さんにとっては京子さん、いつまでも小さな女の子なんですよね。だけど俺にとってはたった一人の女の人です。結婚してください。残りの人生を俺にください。一つだけ約束守って、お願い。一日でいいから私より長生きして。もう一人じゃ生きていけそうにないから。